や、だからあのね、はい、今や、はい、いろいろモノマネしてくれる人がいるわけですよ私の、はい、それの流派は大きく分けて2つあると思って、2つ、はい、そう、1つは、はい、あのこの杉田流の家元ですから家元家元家元なんですか、そう杉田さんが、そう、はい、でもう1個は近藤孝之っていう家元がいてなるほど、はい、こっからこの元はこの流派なんですよ。あ、そうなんですね。そこに岸尾派っていう両方ミックスした新しいのがいまして、はいはい、新年夜ニューイヨー森のてっぺん通るっしょシャッフーモンジーゴロ役森久保祥太郎です。森久保祥太郎役フーモンジーゴロです。というわけで牧島雄介役森久保祥太郎です。はいはい、はい、そうハイブリッド、そうのハイブリッドの新しい流派が いるんですけど、もともとは杉田が家元でもその、大元がいるんだよね。そうですそうです。僕の森久保さんの真似はあの中村雄一君があのよくやるあの森久保さんの真似っていう、だからその中村雄一がこういうふうに森久保さんの真似してましたよっつって、はい、そうなのって言って、はい、やってラジオでそれこそジャンクション的によくやってたの、毎週のように言ってたんです。なるほど。だからショーなのっていうのは、はい、あの杉田派、杉田流。ショーなの？ショーなの？あ、ミュー、ミュー久しぶり。お久しぶりですよ、森久保さん。なんかメール来てるみたいだから紹介しようかな。なんで？なんで紹介しちゃダメなの？ショーなの？ああ、なるほど。ちょっと待ってくださいよっていうのは近藤流。ほーほー。テンポが遅いんだな。ジャンケンゴー！いや違うな。ちょっと待ってくださいよ。まあ、明らかに流派分かれてる。代表的な言葉ですよね。ちょっと待ってくださいよ言ったのは近藤君だ。実際に、ね、テニスのイベントで、はい、そのちょっと待ってくださいよを聞いてるのよその場で。ああ、ちょっと待ってくださいよ。あ、なるほど、はい、生き字引だから、うん、言ってみれば近藤さんは当時を知っている、そう近藤さんはね当事者だからね、現場にいた人だから、だからで中村雄一で中村雄一の俺一回も聞いたことないんだよ。ちょっと待ってよ。中村雄一の俺もないんだけど、それをよく杉がやってて、はい、その杉がやってんのを梶君だいろんなやつが真似して湘南の湘南の湘南のっていうのができて、うわ、八代拓はどこに入るんですか。八代直伝、直伝強っ、時期は強っ、八代直、マジですか、直でしょ、だってもう真似弟子じゃないですか、あれだってずっと俺のそばにいたから覚えちゃったんだからそうなんですね、そうよ。じゃあその金髪の方、あのお名前何ですか。え、お名前何ですか。森久保です。あ、森久保さん、それではじゃあいきますよ。ちょっと待ってくださいよ、せーの。本当ちょっと待ってください。ちょっとやっぱね雑になったね。あれやってよ、ほら家元なのに。俺も思わずオンエア見て自分かと思っちゃった、あの、はい、ボイスオーバー。早くしてくれよ。すみません。おいババア、早く出せよ。おい俺にくれよ、早くもうくれよってやつですよね。そうそう、ああ今のすごい似てましたね。これを本当に俺オンエア見て俺こんな仕事したっけな。早くコカインをくれ。今日もババアからぶんどってきたよ。おーこれだこれ。思って本人すらも何度でも見ますけど、その後現場にちゃんとあのオリジナルを後日絶対に呼んでください、これネタが成立しないんでって言って、そしたら、はいはい、その仕事に俺呼ばれてすげー杉のおかげで呼ばれてでもそれ呼ばれて、え、俺求められてんのって遅れようですか早くくれよババア、ねね、ご本人登場的な感じですね。いやこれでいいんですかみたいなそういう仕事でしたよ、はい、面白い。で一緒にやればいいんだよ2人で。確かに同時に、うん、同時に同時に。でそこにヤシノも呼んで、あ、そうですね、うん、はい、で岸尾くんも呼んで、いやいやむちゃくちゃ、近藤くんも呼んでだらけにするっていうやつですね。家元大集合ちなみにこれ今一緒に2人でやられたりとかしたら違いとかって分かるんですかね。うん、分かるかそれ。あまちゃんどうしたの。え、ですか、やってみようか、せーので、せーので、なんて言えばいい、なんて言えばいい、なんて言います。あ、でも杉田さんはちょっと待って、ショーなの、どっちのけ、ん、道筋のショーなの、ショーなの、じゃショーなのにしますか、うん、ショーなのを同時に言って僕が聞き分けられるか、どうしますか、うん、とりあえずじゃあ
同時にショーなのをいただきます。はい、はい、3、2、1ショーなの。なんだこれなんだこれ